何がいいパパですか。子育てしてませんよ。子育て私の母がしてるんで、めいっ子ちゃんとおいっ子ちゃんの写真、会えなくなるまで私が撮ってたんで。いいパパですね。海老蔵さん素敵ですね。めっちゃ声かけられますよ。全然違うのにっていつも思います。でも言えませんよそんなこと。私は聞きましたよ。あなたが麗華ちゃんと勸玄君に対して、これからは3人で生きていこうねって。妹はまだ生きていました。病気と戦っていました。生きるために私は思いましたよ。やっぱりね、本当に卑劣な男だなって思いましたよ。幼い我が子を残し妻は亡くなる、そしてその寂しさと戦いながら子供の共に生きていく、それ描いてたんですよね。描いてましたよね、そのストーリー。知ってますよ、描いてんの。わかりますよ、あんだけそばにいたら。わかりますよ、生きてほしいなんて思ってるなんてこれっぽっちも思いませんよ。